原人及びその道具はアジアジの中度地帯に広まることができたそれから求人とその多様化した道具を持った人々はアジアの高緯度地帯にまで広まることができ新人の段階になってこの人々は現代人と身体能力も思考能力も遜色がない人々でありますがその段階に至って南北アメリカに広まっていくことができたというふうに考えられる。 そしてこの原人の段階からすでにアジアの原人はモンゴロイドの特色を示し始めていてその後いろいろな人々とこう交流・根結を重ねながら新人の段階でモンゴロイドがアジアのウラル山脈から東それから南北アメリカに広く分布するという状況を生み出したと考えられます。